ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GLC43 クーペ2019年式4007キロこちらの車両になります。実はこちらの車両、はい、富山店長と一緒にカスタム紹介でご紹介させていただいた車になるんです、ね。そうですね、はい、で今回これを買い取りさせていただいたと。ありがとうございます。で商品車としてご紹介させていただいた、はいはい、でちょっとあの振り返ってみたら、去年かな、はい、板尾さんと後期の GLC クーペもちょうどご紹介させていただいてるんです、はい、撮ってますね、はい、なので今回は入庫案内っていうような感じで。そうですね、はいはい、外装を含め、はい、サクサクっと紹介させていけたらなと思います、はい、で今回結構ないじり物なんですよね。そうですね、まあ、大掛かりなことはそんなにやってないんですけれども、やっぱりちょっとこう印象というかイメージを変えるようなちょっとカスタムをさせていただいている車両になってます、はい、でちょっと大掛かりなところをしてないっていうのは結構、はい、あの評価としていいところなんじゃないかなと思って。そうですね、はい、あんまり個性的にいじってると、はい、ちょっと次乗りづらくなっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。そういうのもありますので、まあ、本当ちょっとこう手を加えるだけで、まあ、ちょっとイメージ変わりますよっていうところも見ていただけたらいいのかなと思います、はい、あと後期の GLC めちゃめちゃかっこいいですからね。そうですね、はい、なんか前回りが前期よりかもちょっと AMG 寄りになったというか、はい、そうですね、あの63とかそっちの方のルックに近づいてきたような感じはありますよね、はい、バンパーしかりそのグリルしかり、はい、でそのグリルが今回このブラックアウトされているということで、はい、これ結構前回りの印象違いますね、はい、これ。そうですね、はい、でしっかりこの辺のフィンもそうだし AMG のロゴも、はい、あとここもスモークになってるんですかね、はい、そうです、あの入れてますね、はい、しっかりなってる。でこのオップラがちょっとこう引き立つような感じ感じになってますね、まあ、ブラックアウト中心のカスタマイズされてると、はい、であとはもう装備に関してはもう、はい、皆さんご存知のところだと思いますの で、はい、ちょっと飛ばしちゃいます、はい、そしてサクサクっと横に回ってきますと、はい、この辺もだいぶいいとこかなと思います。そうですね。でもちろんそのホイールに関しては好みあると思うんですけど、あんまり個性的すぎない、はい、BC フォージドの22インチが22です、ね、今回設置されてる、はい、標準これが20インチなんですよね。20インチです。でタイヤの方も、標準255-45-20から、ワンサイズアップの265になってると、はい、265-35-22ですかね、はい、でこれもサイズもちょうどいいかなと。そうですね、あのバランスが取れたサイズこの22インチになるのかなと思います、はい、まあ、もちろん20インチ標準でもいいと思いますし、はい、あのサイズ的にはもう1個ぐらい上入りそうですけど、はい、あんまりこの手の車でペラペラのタイヤだとそうです、ね、ちょっと貧弱さも出てきちゃうじゃないですか、はい、なので今回この辺はかなり絶妙なところだけどいいとこかなと、はい、で組み合わせたタイヤが、コンチのコンタクト6、はい、そして色も絶妙ですね。そうですね、ちょっとこの黒いボディが入るようなホイールになっているのかなと思います。ただこうディスクはちゃんとちょっと違うダーク系の色で、はい、黒くしちゃうんじゃなくて、はい、ちゃんとディスクは目立つような感じしてありますね、はい、こんな感じになって、そして緩やかにコンケーブしている感じですかね。そうですね、フロントは、まあ、あのちょっとこうコンケーブしてるかなぐらいな感じですかね。で前回ちょっと富山店長とカスタム紹介で、はい、紹介させていただいた時に、はい、これ絶妙なサイズで作ってあるんで、そうですね、はい、一応前回の状態というか、はいはい、ご入庫いただいたディーラーに関しては、はい、ディーラー入庫できるできるっていうところでしたね、はい、状態になってるみたいです、はい、であとはキャリパーの方がペイントされて赤くなってる、はい、これもいいですね。そうですね、まあ、これ本当に、まあ、通常はシルバーですかだと思うんですけれども、やっぱりちょっと赤く塗ることでまたあのこう63に近いイメージ出てくるのかなと思います。でまた新たに塗ろうとすると結構大変じゃないですか、はい、キャリパーペイント、はい、まあ、車預けなくちゃいけないなとかってあるんで、まあ、塗ってあるっていうのは結構、はい、手間がかなり省けてるんでいいかなと。でまたこれもちょっと個性的な色に塗るんじゃなくて、そうですね、まあ、定番の赤なので、はい、まあ、この辺も非常に乗りやすいかなと。だと今回は当然ローダウンもされているところです。はい、されております。43以上はエアサスになるんで、はい、そうですね、まあ、足回りも交換することなく、はい、ローリングキットでローダウンできるんで、はい、まあ、微調整もできます。できますね、はい、こんな感じになっております、はい、だとは全部ブラックアウトされてますね、はい、結構あれですか、大宮店でもブラックアウトは、ブラックアウトはやっぱり多いですよね、はい、定番のカスタム、定番のカスタムにはなってますね。結構年齢層だったりだとか、年齢層はもう本当幅広く、うん、特にこの年代だからっていうことはなくやられる方が多いです、はい、もう本当に若い方から、はい、まあ、お年を召した方も、はい、割とこう車が好きな 方はやられます、ね、好きな方の定番のメニューかなと、はい、そしてあとはこの辺なんか多くなってるんですね、はい、はい、そうですね、ミラーのウインカーの部分もちょっと分かりづらいんですけど色入ってますね、はい、この辺レンズ関係って、はい、あんまり濃くしすぎちゃうと、はい、やってんな感じで出ちゃうんです。微妙な感じがまたいいのかなと思いますね。この辺は絶妙な色合いでちょっと黒くなってる、
そしてあとはドアノブなんかも、はい、これも結構大宮店で見るカスタマイズなんですよ。そうですね、定番の。どうしても、まあ、ちょっとこうメッキが残ってしまうとっていうところで、今回はまあ全部黒に統一っていうところでやらせていただいたお車ですね。この辺もで、こっちは純正ですよね、はい、そこから上のこのメッキの部分が黒くなってると、はい、そしてあとはステップなんかも。そうですね、これ GLC ステップ面積大きいんで黒くすると全然違いますね、はい、全然違いますね。ここどうしても多分一番こう目についちゃう部分だと思うんですけれども、ノーマルの状態ですとやっぱりこれ、まあ、黒くすることによってまあ引き締まるというか、そういった効果も見られると思いますので、はい、今乗られている方にも非常におすすめなカスタマイズということで、はい、こんな感じになっております。そしてあとはクーペなんでこのシルエットと、はい、僕の記憶が正しければなんですけど、確か X6 とかあの辺が一番走りじゃなかったかなと思うんですよ、はいはい、そうですよ ね、 すね、 SUV のクーペって、はい、 そ、 うですね、それが今やこの定番のスタイルとスタイルになってますね今で。意外や意外この GLC に関しては、はい、トランクがあんまり犠牲になってないんですよね。そうですね、はい、資料を見ると本当にわずかにちょっと積載量が減ってるぐらいなんで、はい、まあ、ちょっとこの辺好き嫌いもあるかもしれないですけど、スタイリング的にはもうなんかこう定番のスタイルになったし、なってますね、はい、使い勝手もあんまり損なってないんで、はい、非常にお勧めできる。そしてリアは22インチ同じく、はい、そしてサイズの方が295-30-22ということで、はい、純正の方が285なんで、はい、これもワンサイズの幅が上がってますね。これ後ろはコンケープ結構すごい、ちょっとえぐいですよね、はい、意外と、はい、ちょっと攻め攻めな感じ で、 感じですね、はい、こんな感じだ。で後ろの出面もちょうど面ぐらい、そうですね、の設定になってますね、なっております。そしてあとは後ろに回っていくと、後ろももう他に習ってブラックアウトと、はい、デールランプも絶妙ですね。そうですね、これ以上黒くしちゃうとちょっとそうですね、はい、まあ、好みもありますけどそうですねだとこの辺もしっかり黒くなって、はい、で改めて見るとこの GLC クーペのこのスポイラー、はい、スポイラー、はい、これ車外化っていうぐらいちょっとこう意外とあるんですよね、はい、ですよね、はい、こんな感じで結構張り出しが大きいタイプ。そしてエンブレム類なんかもちゃんと黒くなってると。だとマフラーに関してはこれ純正で黒なんですよね。 純正でこの色になってますね、はいはい、後ろ結構いかつくないですか。後ろからの方がなんかいかついイメージありますよね、はい、なんかセダンクーペよりちょっと一回り大きいし、大きいし、はい、あの黒で引き締まってるん で、 そうなんです、ね、すごくいかつさもある、はい、こんな感じの XT になってます。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装は後期になってメーター周りが一新されたということで、はい、ちょナビの方も 12.31、はい、メーターの方も真ん中より上のグレードからフレクションなんですよね。そうです、フレクションに変わりましたね、 10.25 インチの、はい、で当然この43も液晶メーターになって、はい、であとは、内装はこの黒で引き締まった感じ、はい、ただこれ結構中古車市場を見てると、結構明るい色の内装もありますね、はい、特に赤とコンビのやつなんかもありますけど、ありますね、はい、これ板尾さん的にはどうですか。僕はこっちのまとまってる方が個人的には好きなんですよね、はい、ただやっぱり赤黒コンビもやっぱり人気はございますので、もうこの辺はお好みで。なるほど、はい、じゃあ結構赤黒のコンビで探してくれなんていうのも中にはいらっしゃいますよ、はい、中黒がいいんだっていうことで見に来られる方もいらっしゃいますし、逆にそれが嫌だっていうことで、うん、はい、まあ、その辺は好み、そう好みで、いろんな市場の、在庫の状態もあると思うんです、はい、でこの黒でまとまってるやつはまとまってるやつで、割とこうオールマイティにいろんな方に受け入れていただけるのか、ね、はい、あとはもう43ってなってくると装備もかなり充実してますから、シートもそうですし、はい、あとスピーカーも、はい、はい、ブルメスター入ってますね、あと調整も細かくできますし、はい、あとはシートヒーター、はいはい、ベンチレーション、ベンチレーション両方ついてますんで、はい、まあ、装備に関してはもう43になったら申し分ないから、はいはい、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いてトランクを、はい、トランクはもう当然のパワーテールゲート で、はい、で容量に関しても500リッター、はい、でこれが普通の SUV に比べて50リッターだけしか小さくなってないということで、はい、ほぼ変わらず使える、はい、で倒すとマックス1400リッターということで、はい、かなりの容量、そして下も少しだけ収納ありますので、はい、かなり便利に使えるかなと。そうですね、これどうですか、はい、板尾さんの経験上、はい、オーナー様というかユーザーさん的にはどういった方が多いんですか、はい、そうですね、まずはちょっとファミリー層がちょっと多いのかなってイメージですね。ちょっとお子様もちっちゃくて、まあ荷物も詰めてとかっていうところで、やっぱりまあ全体的に SUV の人気はあるんですけれども、やっぱサイズ感ですとか、まあ、そういったところで GLC 選ばれる方は多いかなっていうイメージありますね、はい、やっぱり圧倒的な使い勝手の良さですね。そうですね、はい、あとはちょっと思ったのがセダンとあんまり変わらずに使えるっていうのはすごくいいのかなっていう、はい、
まあ、乗り心地もそうですし、はい、あとその収納に関してもセダン以上のものが、そうですね、入りますからね、まあ、普段その男性の方が乗られる足としてもかなりいいんじゃないかなと、はい、こんな感じのトラックになってます。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方はもうこの辺も何度もご紹介させていただいてるんでおなじみっていう感じですけど、はい、V6 3リッター正確には 2998cc、はい、これが後期から結構パワーアップして390馬力、はい、トルクの方が53キロ、はい、これが、タービンがちょっと大型化されたりとか、はい、その辺の影響もあって、23馬力ほどアップしてる感じですね、はい、でここも、はい、僕めちゃめちゃセールスポイントだと思うんです、はい、そうですね、継ぎ方の C クラスセダンがもう出てるじゃないですか、はい、で63も間もなく出そうな感じじゃないですか、はい、でちょっと確定はしてないですけどどうも4気筒になりそうだという話ですね、まあ、名前が43なのか53なのか63いいパフォーマンスなのかちょっと分かんないですけど、分かんないですけどね、はい、どうも C のトップレンジは4気筒になりそうだっていう流れじゃないですか、流れですね、はい、そうするとここの V6 3リッターっていうのも、はい、ちょっと貴重な存在に今後なってくるのかなと。そうですね、まあ、間もなく GLC の方も6月1日ですか、まあ、発表になるかと思うんですけれども、まあ、AMG に関してはまだ先になるとは思うんですが、まあ、今のこの情報を整理していくと、まあ、おそらくこの辺の、大排気量大パワーのお車に関しては、まあ、ちょっと仕様がどうやら変わってくるぞっていう話ですので、まあ、いつまでこういうのお車が乗れるかちょっとわからないですけれども、まあ、本当に希少になってくる可能性もありますので、まあ、気になってらっしゃるようでしたら、まあ、ちょっと今検討していただくのもいいのかなとは思いますね、はい、ぜひ今乗っていただきたい1台ですよね、はい、そうですね、はい、で一応こちら組み合わせるミッションの方が、定番の急速オートマ、はい、そして、フォーマチックということなんですけど、はい、4駆がちょっと63と結構違うんですよね。そうですね、システム違いますね、はい、63の場合は50対50で、マックスリア100まで触れるような4駆システムですけど、はい、43の場合だと31対69ということ、はい、割とリア寄りのそうです、ね、オールタイムの4駆になってくるということで、はい、この辺もちょっと走りが違う、はい、だから結構価格も違いますし500万円以上違うんですよね、はい、確かに違います、はい、なんでちょっとその辺のキャラクターもかなり違うんで、はいはい、まあ、1個下というよりかもう全然別の車として捉えていただいて、ね、まあ、走りも抜かれない、はい、こちらちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい。ちょっと板尾さんのコメントが少ないってコメントいただいたんで。あ、本当ですか。はい、それは板尾さんのコメントが少ないんじゃなくて、僕が喋りすぎなんです。だってもうツッチーパフォーマンスだからツッチーの話。いや。でもそこはでも販売してるスタッフの、はい。経験値のところもやっぱりちょっと必要だなっていうのは思いました。あ、まあ、そうですね、確かに、はいはい、そこってこう僕らメディアは分からないところなんで、はい、板尾さんに教えていただく部分も大きいので。そして今回いじり物ということで、はい、皆さん気になるこのローダウンの乗り心地とこの扁平、そうですね、はい、低扁平タイヤとあとワンサイズしてアップしているこのタイヤの乗り味をちょっとレビューしたいと思います。まあ、エアサスですからね。そうですね、まあ、その辺の懐は深いのかな。そうですね、言ってもエアサスなんで、はい、あとやっぱり音さんとかこの辺だいぶいいなと思うんですよね。はい、63ってやっぱりめちゃめちゃ尖ってるじゃん。そうですね、ちょっと凶暴な一面が垣間見えちゃうんで。
でやっぱり失ってるものも多いじゃないですか。そうですね、燃費とか。そうですね、そもそもの新車価格のその金額なところだったりだとか。はい、また音も大きいし。大きいですね。だからオールマイティに使えるのはやっぱり音算すごくいいところなのかな。そうですね、多分その63ですと今おっしゃってたその音だったり、はい、まあ、あとちょっとやっぱり乗り心地も若干硬かったりするのかなっていうのがあるので、うん、そうですね、例えばなんですけど、例えば奥様が運転するとかってなるとちょっと63どうなのっていう、はい、結構そういう話もこうあるのはあるので、それであればまあご主人も満足できて奥様も乗りやすいっていうところですと、やっぱり4、3っていうのはバランス取れてるのかなって気がしますね。はい、でも日本って AMG 率非常に高いらしいですよ。高いですね、はい、本国よりなんか噂によると高いところって。事故多発地帯があります。で今回のお車はドライブレコーダーもついてるってことで、もう買ったら必要なもの何もないじゃないですか、カスタマイズ。そうですね、まあ、本当にこのままポンと乗っていただけるお車が出来上がってますので、はい、でまたその本国で63乗ると、はい、圧倒的なそのパワーと、はい、高速巡航性能で、はい、ちょっとその時間を買うっていう感覚に近いところがあるらしいんですよ。はいはいはい、いやもうそれこそ250キロでアウトバイ移動できてみたいな、ね、はい、日本だとちょっとその用途が限られちゃうじゃないですか。限られますね。でなおさらやっぱり4、3とか5、3とか、はい、この1個手前のところ、はい、BM でいうとこの40とか、そうですね、はい、その辺はすごくいいところなんだなって。ただでもアウディでいうと、はい、S モデルドイツめっちゃ多かったっす。ああ、そうなんですか。めっちゃ多かったっす。 A より S なんですか。 A より S ですね。 S だ、ああそうなんですか、ね、まあ、もちろん A もいるんですけど、はい、RS じゃなくて S が多かったっ、はい、S が多いんですね。で向こうのなんか S6、S7 ってちょっとすいません、はい、なんか GLC のレビューなのに、全然アウディの話になっちゃったんですけど、向こうの S6、S7 ってディーゼルらしいんですよ。え、そうなんですか。そう、ガソリンじゃないのに。あ、ガソリンじゃないですか。なんかその辺もあって、はい、なんかすごくこう、へ、巡航もできて、はい、静かだしパワーもあって、はい、っていうことなんですよ。 はい、あ、そうなんですね。割とちょっとその感覚に近いのかなって。もちろんガソリンですけど、はいはい、この V6 3リッターの圧倒的なパワーと、はい、この適度なボリュームのマフラーと、はい、なんかいろいろ乗ったら本当にこの1個手前の良さって分かりました。分かりますよね。そうですよね。で乗り味の方はもちろんそのごくごく細かいその段差とかに関してはちょっとそのタンタンタンって感じはありますけど、ありますね、はい、まあ、そりゃそうですよね。インチアップしてアップしますからね、はい、扁平も下がってローダウンしてるんで、ただ全然乗れる。そうですね、なんかこう嫌なこう、まあ、突き上げじゃないですけど嫌なこう、ね、はい、あれではないので、ザ改造車っていう感じの乗り味ではないですよ ね、 はい、全然もうスポーツモデルぐらいの乗り心地ですね。でもちろん上げ下げも微調整もできますし、できますね。これはだとは、あ、これ止まんないとダメか。あ、そうですね、はい、サポート系はもうフルフルでついてますし、ついてますね、はい、言うことないですよ。ないですね。 ACG もついてて、でエアコンも3ゾーンで、はい、強いて言えばセダンクープみたいに時計欲しかったですね。そうですね。なんで時計ないんだろうって思いますよね。そうなんですよ。そして車高の上げもできますし、はいはい、ステアリングサポートもついてて、はい、パッキングアシストもついてて、はい、ヘッドアップディスプレイもついてて、はいはい、全部ついてるじゃないですか。全部ついてます。欲しいです。はい、お買い上げありがとうございます。乗りたいです。でここって結構今、はい、さっきもちょっと話出てたんですけど、前期の63と価格バッティングしてくるところじゃないですか。そうですね。で結構悩ましいところかな。そうですね。もうだから前期がもうやっぱり後期があるおかげでちょっとお値段がこう、うん、お買い求めやすい価格になってきたので、まあ、そのどっちを取るかなって結構やっぱり考えられるところはあるのかなと思いますね。両方ともいいと思うんですよね、はい、前期をこう63とか、はい、お買い得で買うのもいいし、はい、大きな節目になりそうっていう話はさっきもしたじゃないですか、はい、これの最後の最後を買っとくっていうのはもう一つの手ですよね。一つの手ですよね、はい、まあ、次出るのが絶対悪い車のはずはないと思うんですけど、はい、そうですね、キャラクターは多分おそらくガラッと変わっちゃうと思うんですよね。変わりますね。もう多分全部マイルドハイブリッドにはなってくるでしょうし、まあその辺どうなってくるかちょっとこれからの展開が楽しみですけど、
でやっぱりつい最近ドイツ行かせていただいて、はい、ドイツもやっぱりそのアンチエコな方もやっぱり数多くいらっしゃって、はいはいはい、そうですよね。その排気量がどんどんちっちゃくなっていく、はい、ハイブリッドになっちゃう、はい、EV になっちゃう、はい、あとは寂しく感じてる人、はい、結構多いんですよね。そうですよね。でも思ったんですけど、これ今だったら両方楽しめるじゃないですか。そうですね。だから逆に言うと今一番いい時代だと思うんですよね。そうですよね、うんうん、じゃないのかなと思いますよね。そしてもう本当に言うことないです。ブレーキ効くし、はい、そうです。ステアリングレスポンスはちょうどいいし、全然ピーキーすぎないし、はい、で足も、はい、だ意外とマフラー音もあの室内でこうやっぱり吹かすとやっぱ全然音って大したことないんですけど、乗ったら乗ったらちゃんと排気音も楽しめますし、わずかにちょっと作られてる感ありますけど、ありますけどね。そうですね、全然全然うるさいわけではないので。そうですね、はい。いやだからこれどこ行っても楽だと思いますよ本当に。いや楽だと思います。はい、これ以上大きくなっちゃうとちょっとその買い物とかの、そうなんですよ、デリー優先ちょっと、そうなんですよね、まあ、言ってもこの幅ありますけどね。はい、ただもう GLE とかになっちゃうともう一回り一回じゃないですか。そうなんですよ。もうやっぱね、2メーターってサイズ結構厳しくなってくるんですよね。まあ、やっぱり190ちょっとぐらいまでが、うん、まあ、ちょっと国内の駐車事情だと、まあ、場所によってはこれでもちょっとっていうところあるかもしれないですけどね。でもだいぶオールラウンダーとして日常の足に人乗せてもいいし、はい、これだったら別に狭いって言われることもないじゃないですか。ないですね、はい、普通に後ろに人も乗せて、本当まあサイズ感的にはまあちょうどいいっていう、はい、ところにはなると思うんですけどね。高速ぶっ飛ばしてもいいし、はい、ゴルフに行ってもいいし、はい、買い物に行ってもいいし、人乗せてもいいし、完璧ですね、はい、これは僕これちょっとこれに乗って帰省したいです。もうあれじゃないですか、ドッチリパフォーマンスで規制動画でも撮れないじゃないですか。いやいやいや、ちょっと道のりだいぶ長いですよ僕。今日はこれに乗って帰ってみた的な、うん、実家まで多分160、180キロぐらいかな。いや、そしたらあれですね、ちょっとあの距離が出てる車ですね。そうです。であとは今家の車はセダンなんですよ。はい、セダンですね。 BM3 なんですけど、はい、そうですね、はい、ちょっとやっぱりその長時間移動するには、はい、ちょっとその室内の狭さ、はいはい、うん、そうですね、特に子供はまだ小さいんで、はい、やっぱりちょっとその、まあ、荷物も多いし、はい、ちょっともうちょっとでかかったらいいなと思うんですよ。せめてツーリングだったらよかったなって思うんですよ。ああ、そうですね。その点やっぱりこの今流行りのクーペタイプの SUV ってよくできてますよね、はい、そうですね。だ需要がすごく伸びたの分かります。はい、うん、そしてちょっとシャキシャキ始めますか。じゃあパドルも、決してその驚くほどの加速じゃないですし、はい、音もその何ですか、そうですね、バリバリ言ってる感じじゃないですけど、はい、気持ちよくは走れますよね。走れますね。だから僕らあの、まあ、普段からいろんな車乗っちゃってて、特にまあこれだと6、3が上にいるんで、うんうんうん、やっぱりそういうのと比べちゃうじゃないですか。だから普通の方が多分何も知らずに乗っていただいたら多分わすごいってはなるとは思うんですよね、はい。あの最近ありがたいことにすっごく古い車とか、はい、すっごく変わった車とかも一周乗せていただいたんですよ、はいはい、で本当に一番最初に確か43をご紹介させていただいたのって、はい、土方店長と東京店で、かぶり折りの43かなんかを多分、ありましたね。それが多分一番初めて乗った43だったんですよね、はいはいはい。その時は正直63とかに触らせていただく機会の方が多かったんで、はい、ちょっと寂しいなと思ってます。確かにそうですよね。音もそうだし、ビジュアルもそうだし、はい、そうですね、ちょっとおとなしいですからね。そうなんですよ。いや、ちょっと寂しいな。時計もしかも IWC じゃなくなっちゃうじゃないですか。はい、なんかそんなところばっかり気になって、はい、うわうわうわと思ったんですけど、やっぱりなんか一周いろんな車乗らせてもらって、はい、古いのかな、新しいのか変わったのかな、はい、やっぱりこの車の出来の良さっていうのは、はい、ちょっとこの戻ってきた時に、はい、やっぱりこれちょっと平均で高いなって思いましたね。そうですね、はい。ある意味ツッチが一番いろんな車乗ってますよね。いや本当にありがたいことに短距離ではありますけど、ね、いや本当そう思います。いろんな車乗せていただいたんで、だこの辺本当に家で使うもしできたらすげえ幸せだなと。そうですね、いいですよね。僕個人的にはもうちょっと尖った車が欲しいなっていうところもあるんですよ。はい、はいはい、分かります。やっぱりかみさんとか子供のこととか、はいはい、使い方とか考えると、はい、ちょっといい落としどころなのかなっていう、なんて感じですよね。
ただ金額ですね。だ金額面もご相談いただければ支払い方法も含め、まあいろいろ、はい、あの組み合わせ、まあ何ですかね、あの現金とローンでもありますし、うん、まあ、今、まあ、残価設定っていうのがやっぱり大多数占めてますので、うん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 、その辺はご相談いただければ、あの月々の、はい、金額から設定できますので。ですよね。はい、で特にこの辺の役付きモデルって、はい、ちょっとその残価設定もちょっとこの通常のモデルよりかも頑張れるじゃないですか、はい、頑張れますね、はい、その辺を踏まえてもらうと、あの通常のモデル、はい、メルセデスの、ね、220とかあの辺探してる方でも、はいはい、あれあれちょっと待って、残価ちょっと考えたら AMG 行けるじゃん、行った方が良かったかもね、ますね、はい、っていうのもありますよ、ね、ありますあります、はい、なんでぜひご相談いただければ、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、いきなりですけど板尾さん、ええ、このセールスポイントを聞いていいですか、最後まとめで、はい、あもちろんです、はいはい、まあ、何しろうちで全部いじらせていただいてますので、まあ、なんていうんですか、どういう作業をしてこういう作りになったかっていうのも全部把握してますし、もちろんクオリティの方を大事にしてうちの方はやってますので、まあ、本当に安心してご購入いただけるお車だと思いますので、ぜひぜひご検討いただけたらと思います。そして買い取りの方も、はい、こちらも買い取りです、はい、そうですね、評価してますので、はい、ぜひ売却検討されている方いらっしゃいましたら、板尾さんまでご相談ください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLC43 クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。